次にカットインミックスの応用版スクラッチ&カットインの方法を説明しよう。頭出しが終わったらその部分を前後にこすりスクラッチ音を出してみよう。このように音をカットしないで前後ろ両方向の音を出すスクラッチをベイビースクラッチという。それでは早速ミックスしてみよう。曲をつなぐ前にクロスフェーダーを真ん中まで動かし、リズムに合わせてスクラッチした後で次の小節の頭、つまり一拍目で反対側いっぱいまで動かす。これによりレコード1スクラッチ、レコード2という流れが出来上がるわけだ。スクラッチの回数を変えることでいろんなバリエーションのミックスが可能となるので、ぜひマスターしておこう。ベイビースクラッチのカットインをマスターしたら、今度は少しステップアップしてコンビネーションスクラッチを使ったカットインを練習しよう。ベイビースクラッチではレコードをこする際、クロスフェーダーを真ん中に固定してレコードを前後に動かす音を出しっぱなしにしたけれども、今度は順方向の音だけを出し、レコードを戻すときはクロスフェーダーを戻して逆回転の音をカットしよう。これをフォワードスクラッチという。これをベイビースクラッチに組み合わせればコンビネーションスクラッチの出来上がりだぜ。ミックスのアクセントとして活用しよう。